頑張れガンガン行け。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者370ポンドセイバー、頑張れ頑張れ。赤コーナーチャンピオン270ポンド天竜伝四郎、レフィー和田光平。今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴みます。容赦のないキック攻撃です。強烈に打ち込みます。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。起こします。行くのか、逆に振り返した。そのままプレスしていった。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あー、スタミナをロスするわけですね。組み合います。ロープに振った。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あー、なるほど、そうだったんですか。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、コーナーに振った。ラリアット、顔面を狙ってまいります。昭和の怪物ミスタープロレスでありますこの天竜源一郎、天竜独特の重い逆水平、グーパンチ、そして問答無用のパワーボムで今宵も革命のブルースを聞かせてくれるのでありましょうか。WAR スペシャルに持ってまいります。チョップが唸ってまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。ブロックします。ラリアット強烈、回転してまいります。サンセットフリップ、リング下に降ります。リング下に降ります。パンチ攻撃です。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ、キックを打っていきます。タックルでぶちかまします。ラフサッポーに転じます。こめかみのあたりを狙ってまいります。リング内に戻ります。相手を挑発してまいります。リング内に戻ります。蹴ってまいります。ナックルを打ち込んでまいります。ブレンバスターに取ります。直下式ブレンバスター、前頭葉は砕け散った。いけるか、巻き投げで切り返した。無人島に着陸してしまった。ガチッと組み合った。コーナーに振った。スパイダー式のチャーマン、リングに戻ります。決めに行くのか。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。カバーの体勢、岩壁の母の胸に抱かれました。バッと返した。あとデンジャラスなパンチ、小股に挟んだ。パワーボム、後頭部を痛打。危ない、カウントリー天球、奥歯をあと逆に返した。カウントは2つ、抱えた、打
たせない。組み合った、場外に落とした。肉体を躍動させる、場外に降りる。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。リバースで切り返した。立たせていく、頭を掴んでハンマーを振りかざす。リングに戻ります。このポーズ、抜くのか。リバースで返した。10分経過、10メートル。カウント2つ、惜しい。ブレンバスター行くのか。そのまま叩きつけていった。腕をフックした。バット逆に返した。引っこ抜きか。食ってしまった、パワーボム。カウント 2.89、 中低音バズーカ。五臓六腑に染み渡る。抱えた、あと DDT。 重い逆水平だ。抑え込んで、どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。力負